マスク、アルコールの転売規制解除へ。本日、厚生労働省がマスクや消毒用アルコールの転売の規制について来月にも解除することを決定いたしました。マスクについては販売量が今年1月初旬の水準まで回復しているため、規制が 解除されることになりますが加藤厚生労働大臣は解除した後も引き続き状況を注意深く見て高額な転売が横行して購入が困難な状況になった場合躊躇なく転売規制の再開を検討していきたいと説明をいたしましたこのマスクなどの転売規制国民生活安定緊急措置法によって 一時的な緊急措置であると位置づけられているため、供給が回復した場合は、転売規制を解除する必要がございます。こちら、店頭においては、確かにマスクや消毒用アルコールなどの販売がなされておりますが、現状も業務用品の 確保が企業においてできていないという問題が続いてしまっておりますので、政府にはこういった業務用のマスクやアルコールについて、確保を急いでいただき、こういった状態が続いてしまいますと、操業が止まる恐れもございますので、このような一般向けの販売だけではなく、 業務用品についても対策を講じていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。